そういえば、歩くも歩くもある話、飲みも歩きもある話ですね。武蔵野夫人だって歩きもある話ですよ。そうですね。で、今度は今、堺事件という、明治の初めの堺ので起こした、フランス人を11人殺した話を書いてますが、これも、それの主人公が京都を出発して、それで歩き歩いてずっと淀まで行く話から書き出して、自分で気がつかないんです。だから、これはやっぱり文学というものは、そういうものと人間の合理的な理性、語性、あらゆるものと全部一緒になったものが、こう、の塊だということ、それを比喩を使ったり、あるいはその行動の描写、風景描写、そういうのがいろいろな形で使う。で、色が、つまり、捕虜記には一つもないんです。ところが、このノビンだけ色が何種類かあるんです。まあ、そんなこと全然知らない。私は気がつかない。私はそのまま銃を水に投げた。ゴボッと音がして銃はたちまち見えなくなった。孤独な兵士の唯一の武器を捨てるという行為を馬鹿にしたようにあっけなく沈んだ。後に水は依然としていぶし銀に光り、同じ小さな渦を繰り返していた。私を取り巻く野が不意に姿を変えた。月光の行き渡った美しい夜景が、腰の剣一つを頼りに越えて行かねばならぬ広さと映った。遠方から敵を倒しうる武器を失った私に空間は広がった。剣を持って行動しうる半径の無限の体積として迫ってくるように思われた。私は後悔したが諦めていた。一度川底の泥に埋まった銃を再び使用可能の状態に戻す困難は別にしても、拾えば、また捨てるほかはないのを私は知っていた。私は歩き出した。月光の行き渡った野と靄の間を前こごみにせかせか歩いていった。林に入った。道に月光が散りしき、木々の淡いは不規則な光と影に満たされていた。昨夜のように山鳩がベートーベンの交響曲の主題を2小節鳴いた。私は孤独であった。恐ろしいほど孤独であった。この孤独を抱いて、なぜ私は帰らなければならないのか。この道は、昨夜は二度と帰ることはあるまいと思っていた道であった。その道を逆に通ることは、通らないことより一層奇怪であった。山の畑の何本かの芋に限られた私の生は、果たして生きるに値するだろうか。しかし、死もまた死ぬに値しないとすれば、私はやはり生きねばならぬ。少なくともあの芋のあるところまで、私が歩くのをとどめるものはこの世にはない。私には私自身の足取りがよく見えた。さらに、いくつか月に照らされた腹を過ぎ、林をくぐり流れを渡って、私は次第に私の丘に近づいた。最初の登りにかかるところの林はよく茂り暗かったが、次の林はまばらで明るかった。昨日の朝のように木の幹の斑紋がよく見えた。再び黎明の光であった。私は何者かに操られているように思った。
私はあの野火を昔一度で今回伺うのでもう一度読み返してみたんです。敗山兵がですね、生きるキリキリの極限のところで、人の肉まで食わなければならなくなった時に、それを止める精神は一体何だろうかと、それがテーマだなということを今回は感じました。私はやっぱりそのなんかそれではいけない、まあ過去は人間はやっぱりどうかとなる時になると食ったらしいんですがね、しかしそれをやっぱりやめる、普段はそういうことを考えないんですから、やっぱり同類なんですから、お互いに助け合っていかなきゃならないんですからね。そこでまあそれを最後で食い止める話をつまりしたかったわけですね。出だしはやっぱりその自分の経験した戦場の体験を合理的に自分でなぜそうなのかと考える、そうではない自分の無意識やいろんなものにこうこんぐらがあってこう出てくる変な体験がありますね。それを書きたかったということです。私の覚えているのは、私が躊躇し延期したことだけである。その理由は知っている。新しい死体を見出すごとに私は辺りを見回した。私は再び誰かに見られていると思った。死闘の女ではありえなかった。私は彼女を殺しただけで食べはしなかった。生きた人間に会った。彼の肉体がなお力を残していることは、その動作で知られた。立ち止まり、調べるように、私の体を見回す彼の目つきを私は理解した。彼も私を理解したらしい。おお、と、気合に似た叫びがその口から漏れた。そして、すれ違っていった。林の中に天幕を張り、目を光らして座っている四五人の集団を見た。おう、と、今度は私の方から声をかけて通過した。私の目は人間ならば動かぬ人間を探していた。新しい、まだ人間の形態を留めている死体を。雨が上がって空の赤が他の輪郭を描き出していたある夕方。私はその赤をもっとよく見るためだったと思う、丘を登っていった。そして、孤立した頂上の木に背を持たせて動かぬ一個の人体を見た。彼は目を閉じていた。その緑の顔に西の方の丘に隠れようとしている太陽の光線が赤々と当たって、頬や顎のくぼみに影を作っていた。彼は生きていた。目が開いた。まっすぐに太陽を見ているらしかった。唇が動き言葉が漏れた。燃える、燃える、と彼は言った。早い、実に早く沈むな。地球が回ってるんだよ。だから太陽が沈むんだよ。彼は私を見た。彼の目には私に王と声をかけてすれ違った兵士と同じ光があった。兄貴、お前、どこから来たんだい、と彼は言った。私は黙って彼と並んで腰を下ろした。太陽は向こうの丘に隠れ、頂上に並んだ木の間から光線が島をなしてほとばしった。空に残った雲だけ、まだ金色に光っていた。我々はしばらく光る雲に照らされていた。西方浄土だ。仏は弥陀だ。一は一なり、二は二なり。かしよ。彼は手を合わせ、髭の伸びた顎をその上辺に持たせた。雨がさらさらと落ちてきた。彼は顔を上げ、はははは、と笑った。開けた口をそのまま仰向けて雨を受けようとした。
喉が鳴った。飲み込む時だけ声が途絶えた。おい、行こうか、と私は言った。何も行くことはない。台湾から飛行機が迎えに来るはずだ。オートジャイロで、ほら、ここへ着陸するはずだ。年は四十を越しているらしい。雨と日で変色していたが、彼の服は将校の服であった。ただ、剣も拳銃も持っていなかった。はっ、はっ、と彼はなおも笑っていた。食欲をそそる顎の動きであった。暗闇が辺りを覆う頃、彼はやっと黙った。といういびきによって彼が眠っているのを私は知った。私は眠らなかった。朝の光でまず私を驚かしたのは彼の顔と手を覆っているおびただしいハエであった。兵隊に取られた時はもう30代の半ばでいらっしゃったはずですね。そうです。補充兵でしたね。35です。35ですか、うん、向こうには職業軍人が上官として待っているわけでしょ。これもでももう戦争末期でございますから、あ、ほとんど参謀職業軍人に顔を合わせたのは軍隊にいた時に、まあ師団長じゃない、まあ、連隊長がタイプがあったかな、それから連隊機種がいましたね、はあ、まあ、このぐらいですよ。あとはもう本当の普通の中隊長、つまり叩き上げ型ばっかりね、はあ、そういう人たちから見ると、30代半ばで入ってきた補充兵で、しかも知識人だというと、これは非常に憎まれるんじゃありませんか。で、それがまた連隊長の特別な方針で、その学校で一つの班に集めようと。これを間に入って、いろんな風にする。ビンタなし。ああ。そういう方針だったんです。で、この絵の、一連隊、東部第二次部隊、同じことですかね。まあそういうふうにおしまいには、少しまあインテリに働いてもらうためには、少し募金を取らなきゃいかんという、そう考えがあったんじゃないかな。知りませんけど、とにかくそういうビンタなしで。それから、やっぱり敵所敵在が少し考えが合えたと見えて、つまり、我々は大抵暗号師です。阿川博之、夢崎春夫、みんな暗号師ですね。で、少し取られてるわけです。で、僕は暗号師だったから。だから、うちにやらずに済んだわけ。ただ、こう、乱数表をこうやって計算して。で、まあ、でも、向こう行って、で、一つの土地へ独立守備隊の暗号士ですから。つまりその守備隊の通信のね、あれを握ってるわけだから、僕は張り切って本当になってやりました。これは確かだったんですかね。だけど僕は二等兵のままで第二期に全部、お前は態度が大きいからダメだ。で、向こうで僕はこう、価値観で、順位と言ってもない、千人軍曹がやってるんです。それの付けを引き出してから成績表が出てきた。僕はつまり、大体で一番いいって書いてあるんですよ。三補正だけどうやら、分かってるようだって、僕は頭が来ちゃって、この通りだから、どういうわけですかって言ったらさ、お前は態度が大きいからダメだ。